さん、はい、今日ブラックな食事会というのがスケジュールに入ってました、ね、うん、これは何されるんですか？月に1回僕と食事するっていう企画で、経営者マックス1回3人まで集めてね、事業の相談とか経営の悩みとかを直接僕と話す機会って、まあ、当然ない中で、今回ねここにいる山吹が企画をしてくれて、フルコース料理用意して社長招きましょうと、食事をしながらいろんな経営の悩みとか、さらにそれを YouTube で撮影して企業の PR にもなるように使ってみませんかっていう提案をねしてくれたんで、初めての試みとしてやってみます。食事をするって初めてだったの？そうですね、せっかくね今回キッチンをここ使ったんで、なんかもっと有効活用できないかなっていう新しい提案として、まあ、どうなるか分かんないけど、とりあえずちょっと定期で月1回こういったブラックな食事会っていうのをやってみようかなと思ってます。三関さんと直接濃く喋れるってことですね、うん、そうですね、イベントとかであってもちょっとしか話せなかったりとか、会議室で向き合ってるだけではなかなか本音出せなかったりとかってあったりする中で、今回はまあ山吹の食事フルコースと、あとお酒も飲みながらザックバランに会社の相談に乗る壁打ち企画っていうのをやってますので、皆さんよかったらぜひ参加してみてください。今回はカメラに回させていただきます、はい、お願いします。どんな形になるかね、はい、ちょっと楽しみですけど、やってみましょう。めっちゃカメラ近い。あ、ちゃんと名前が入ってる。あ、そうです。すごい。すね、アプレーター、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回初の食事会の方。今日の流れと食事のメニュー。わ、すごい。飲み物どうされますか？ビールです。はい、頑張りましょうか。はい、はい、すいません、今日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。すいません。はじめまして、本日料理暮らしている山本と申します。本日は経営者だけの濃密な会食ということで、ビジネスにも絡めた様々なきっかけになれるような思いを込めてお料理作らせていただいております。でまず初めの前菜ですね。本日いろんなお話ができると思うので、このいろんな情報とか持ち帰っていただけるようなという思いを込めて、いろんな食材、いろんなソースのお料理をご用意しております。ごゆっくりお楽しみください。さすが。あ、こんにちは。お世話です。お世話です。お世話です。今日あのブラックな食事会相談会っていう形で、企業のお悩みとか相談にお答えしていくっていう会なんですけども、はいはい、まずあの視聴者の方に簡単に事業内容とかやられてることをお話しいただけますか？私はあの女子建築設計株式会社一級建築事務所といって、エンドユーザーさんからのリフォームを供与させていただいている会社になります。ミッションとしては女心をくすぐる家づくりというテーマにリフォームの設計営業をかけているような、そういう会社です。で特徴としては大型リノベを得意としてまして、まあ、多分全国で10位以内ぐらいに入るぐらいのこの件数をやっている会社なんで、まあ、よりその女性が活躍できる場をもっと広げたいし、ちょっとしてる人にケチなものを届けたいというふうに思ってやってます。大さん悩みとかあるんですか？悩みめちゃめちゃありますよ。何ですか一番悩んでることは今？前あの西崎さんの動画で田畑さんとお話しされてる時に、トゥモローゲートはお客さんのことを考えるよりも社員のことを考えてるんじゃないかみたいなことに対して、その通りですって、あの動画見た時に、もちろんお客さんはめちゃめちゃ大事なんですけど、やっぱりいい社員さんがいい仕事することでお客さんにいいものを提供できるっていうところがあるんで、すごく西崎さんのこう言おうとしてることは分かったけど、そうじゃいけないんやって思ったことがあったんで、あれから改善しますって言われたけど、どうされたんかなっていうのを聞きたいです。中身は変わってないかなって思ってるんですよ、はい、これ多分ね、卵が先か鶏が先かの話かなと思っていて、顧客のことを考えてるからこそ社員を楽しませないと、多分顧客を楽しませられないだろうなっていう思いであの話をしてた。ただ一方であのタバさんの指摘もすごい分かるところがあって、そのバランスの話だと僕は思ってたんですよね。社員ファーストで全然いいと思うんですよ僕は。ただ対外的なバランス比率がすごい悪い、例えば SNS 発信とかの部分で、じゃあ社内に対して社員が一番っていうのを実践することは全然悪いことじゃ僕はないと思ってるんです。今でもそれ思ってるんで、結果的に顧客にいいサービスを提供するためにっていう観点でですよ、全てがトゥモローゲートの社内ってどうやねんとか、社員がこうやねんみたいなところの発信のウェイトがかなり重きを置いてたんで、そこから変わったところで言うと、対外的な発信のウェイトをやっぱり自分たちの実績とか顧客に対してやってるサービスの内容とかにちょっとずつ今振ってるっていうのが現状ですね。ただ根本の考え方は何も変わってないです。じゃあ見せ方をちょっと変えたという感じ。そうです、伝え方の部分のウェイトを変更したっていう。僕らも結局いいディレクターとかいいデザイナーとかいいコピーライターとか、それがいい仕事をやっぱ作ってる形なんで、ここが面白くないといい仕事サービスにつながらんなっていうね。だから食堂やるときもタバスさんにめっちゃ言われたんですよ。いらんとそんなもん、給あげろみたいな。これはね僕ね明確に違うなと思ったのが、社員食堂運営にかかるコストっていうのは月5000円なんですよね。5000円給与とか所得を上げることによっての社員に与える付加価値と、これを無料で食べれる付加価値とって、どっちの方が高いかっつったら、これ圧倒的に僕は後者やなっていうふうに。
でかつここにお客様も呼べて、この回も山吹プロデュースなんですよ。山吹が社員食堂をやるだけじゃおもんないと、せっかく僕を雇ってくれたんで、なんか新しいきっかけとか、YouTube の企画とか、でかつ売り上げにもつなげたいっていう思いで、このブラックの食事会っていう企画を提案してくれて、めっちゃおもろいやんけっつってすぐゴーした。すぐゴーなんです。すぐゴーした。そこゴーす。はい。10人超えたら自分でその営業をしづらくなるっていうのが今すごく感じてて、完全に僕それでしたけどね。それでしたってなって10人超えて出なくなった。10人までも全部行ってたんで僕、はい、全クライアントの企画書チェックするし、全クライアントの見積もりもチェックするし、全クライアントの提案に同席してたん でそれをやめたのが社員が本当に10人超えたぐらいから。結構覚悟いりましたけどね。いりますよね。今は大津さんが出てはると思うんですけど、一切出なくなるっていう。いやどうなるんかなって。でもきっとそうなんやろなっては思うけど、なかなかやっぱりしづらくって、今だいぶ営業の方は任せれるけど、ちょこちょこちょいかみしたくなる自分がいてるから、それをどのラインで引くかっていうのを今瀬戸際です。僕の場合は結構スパンといかなくなりましたね。徐々にというよりは、もちろん恋にしてるお客様のところをいきなりパンとやめることはなかったんで、明日から全クライアントに顔出しませんってしたわけじゃないんですけど、新規営業に関してはもう行かないって形にしましたね。その10人の時って、そのいわゆる右腕っていう、そういう方っていらしたんですか？順平っす。それが大きかったかもしれないですね。任せられる人間が来たっていうのは。じゃあもう一つね、と聞くとしたら、形があるものを売るビジネスと、形がないものを売るビジネスと、私は形があるものを加工するビジネスなんですけど、なんか形がないものをね、売るのってすごい難しいなって、自分がだったらどうしようって思うことよくあるんですけど、形ないものを売るからこそこうしたい、こうであるべきってありますか？あ、うちの会社の事業的にですね。前の仕事が完全無形商材だったんですよね。採用コンサルっていうサービス、いい人材を取るためにどんな報告作りましょうとか、どんな説明会やりましょうとか、契約してみないとどうなるか分かんないっていうのが前職。今は僕らはね、デザインってい こう目に見えるものがあるんで、前と比べたらやりやすい感覚ね。でも建築デザインとかも結構近しいのかなって感覚があって、顧客がこんな家作りをしたいとかってい こう思いはあるわけじゃないですか。それを多分形にしていくっていうのがお仕事だと思うんですけども、でも実際どうなるかっていうのはやってみないと分かんないっていうのは、これはなんか同じかなっていう、近しい感覚はありますけどね。近しいって思ってなかったんだでこれ言い換えると、女子建築設計さんもこれまでやられてきた実績とかを見てもらって、女性心反映したような家作りみたいなところを感じてもらって、他とは違うっていう形で選ばれるのかなっていうところでは、ちょっと近しいのかなって僕は感覚でした。全然ちょっと近しいって思ったことない。一生な客に対して次を見せるみたいな、そういうやり方ですね。納品物があるっていうのはすごいやりやすいなっていうのはね。それによってあのお客さんの人生が変わっていくっていうのを私たちは見えるんですね。実はリノベでも一つのこう人生のきっかけで、そのリノベをやってくださるっていうのを私たち寄り添ってものづくりやってるんですけど、同じかもしれないですね、そういう意味で言うと。そうですね。なんで僕らもそれをやることによって会社が変わっていく、変わった結果売上が上がる、利益が上がる、採用がうまくいくっていう。そう思ったらやれることはまだまだあるやろうし、でも見極めいりますね。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあまずは視聴者の方に、岡村さんがやられている会社の名前、事業内容についてご紹介ください。はい、株式会社 CBT メンタルサポートの岡村と申します。お仕事としてはメンタルヘルスに関する事業を行ってまして、カウンセリングとあと専門家の養成というのを中心に行っています。私の思いとしては、メンタルヘルスに不調があると結構やりたいことができなくなったりだとか、お仕事もこれまで通りできなくなったりっていう風な感じで、生活にかなり支障が出てくるっていうのがあります。で、自分自身も結構人見知りといいますか、人目を気にして積極的に関われない人間だったんですけれども、やっぱりそうなると人生が生きづらくなったりだとか苦しくなるので、それをなんとかできる方法ないかなと思って、学生時代からいろいろと調べて巡り合ったのが、いわゆる心理学というものなんですね。それを用いて、なんとかより多くの人が自分らしく生きやすくできる世の中にしていけたらなと思って、カウンセリングルームを今開いています。カウンセリングって結構いろんな療法といいますか方法があるんですけれども、私はその中でも認知行動療法っていう方法が気に入ってるとか、分かりやすくてすごく好き でそれをどうにか広めれないかなと思って、その認知行動療法の専門家の養成しつつ、でそこで育った方々と一緒に全国でカウンセリングルームを展開しているっていうような感じの流れになっております。岡村さんが直接エンドユーザーさんにサービスしてるというよりは、臨床心理士さんっていうんですかね、そういう方々にどういうふうに徹していったら
らいいよとか対応していったらいいよっていうのを教えるっていうお仕事なんですか。まさにそうです。もともとはラーメン屋の修行みたいな感じで10年ぐらい自分が下積みでやってきていたんで、その時は自分自身がカウンセラーとして行っていたんですけれども、今はオーナー業として養成しつつ外部委託でお願いして運営してるっていうような感じになります。岡村さんのお悩みはどんな内容なんですか。私としてはやはりカウンセリングという仕事自体があまり口コミが広がらなかったり、カウンセリングっていいですよみたいな感じで全面的に出ていくようなお仕事ではないんですね。でその分まだまだどんなものなのかっていうのが知られていなかったりですとか、知っていただく機会っていうのをどう設けていいんだろうっていうのが一つ悩みとして考えているところであります。なんか同業他社ですごくうまくやってるってことないんですか。それそれあるとしたらオンラインカウンセリング、ちょうどコロナ禍の時期でメンタルヘルス不調が増えてオンラインで相談を行うといったような授業はうまくいっているところはありますね。なんか法人とかのニーズがものすごくありそうなイメージがあるんですけどね、うつになっちゃったりとか精神的にちょっとしんどいなっていう人が結構多かったりすると思うんですけども、結構企業が悩んでると思うんですよ。おっしゃる通りで、最近本当にそのオンラインカウンセリングの業界も個人向けというよりも法人向けのサービスというのがかなり増えてはきているんですけれども、同時にやはりその大手さんと契約するという機会が多くて、うちはまだまだ初めて2年目の企業というところもあって、どうやってその法人さんと関わっていくのかっていうところも、関わりたいけどどう関わっていいのかなっていうところで悩んでいるところあります。それこそ僕らもめっちゃ興味ありますからね。社員のメンタルケア、精神的な部分も含めてそうなんですけども、やっぱり周りの経営者と話しててもすごいそこで悩んでる会社って多い中で言うと、例えば岡村さんのところにそれを依頼したら、それによって離職定着率がこれぐらい増える下がるとかっていうのがなんか見えてきたらね、すごい発注とかしやすいんかなっていう、実績かなっていうところありますけどね。離職率ですとか、まあ、いわゆる心理的安全性という面においてはお役立てできる部分があるんだろうなと思いつつ、その実績をまさにどう積んでいくのかっていうところが課題でもあるなっていうところありますね。これご参考になるか分かんないんですけど、はい、僕らは最初やっぱり新しい業界とかこれまでやってないところに踏み込んでいくって時で言ったら、結構採算度外視で実績作りをしに行く感覚はありますね。具体的に言うと今は結構行政案件とか企業ブランディングがもうほぼ 99%、 ちょっと裾野広げたいなと思ってるんですよね。それこそ地域活性化とか行政に対しての地域のブランディング、最近取り組んでるのはスポーツチームとかっていう企業団体に限らないところまで組織のブランド力を高めるっていうところにちょっと裾野を広げていきたいなっていう中で、実績作りとしてっていうところで言うと、もう最初は本当に採算度外視でまずはちょっと実績としてやらせてくれっていう形でやって、まあ大手とかもそうなんですけども、他社はどんだけでかいとこやってんねんっていうところで結構見られたりするところだったりするんで、ちゃんと自分が生活していく分の食いぶちを確保した上でっていう前提なんですけども、そんな形で僕らは新しいところに来てくれますね。今はそのいわゆる 2C といいますか、ほぼホームページのみに力を入れて広報していて、なぜか利用していただけてるっていうのがあるんですけれども、逆に言うとホームページ以外があまりそこも力が入れられてないっていうところがあるので、そこもひょっとすると同じなのかもしれないなって、まあ、SNS だったりとかね、そうですね、はい、迷っている部分が、心理師という仕事ってどちらかというとこう鏡であるじゃないですけど、自分という存在を前面に出しすぎてしまうとカウンセリングの臨床上ちょっとこう効果がブレるといいますかっていうのがあるので、これまで迷ってたんですけど、今はまあオーナーになったので自分自身がカウンセリングをあまりしない立場になったので、そこが少しやりやすくなってきたなっていう感じがしますね。今日からありがとうございました。じゃあ、イキさん、まず見てる方にイキさんのやられてるお仕事についてお話しください。会社は平均年齢22歳とか23歳とかっていうのめちゃくちゃ若いので、特にスキルがあるとかでもないっていうところで、まずはもう営業に特化していろんなサービスをやってるっていうような会社です。なんで今は出張の買取と、あとは戸建て住宅向けの保証とかっていうのを頑張ってやってるっていう感じになります。よろしくお願いします。はい、悩みありますか。まあ、今の事業の悩みってよりかは、まあ、今後どんなことやっていこうかな。今は順調なんですか、事業は。はい、年商はどのぐらいですか。5期目で1億8000万とか。10人で、はい、十分でしょう。まあまあ一応食べれるぐらいは。いや今後いろんな事業やりたいなと思ってて、これを絶対広めるんだとか理念持って会社やってるわけじゃないんで、まだまだ結構いろんなところに興味があったりとか、いろんな事業をやってみたいなっていう段階なんですけど、まあ今じゃあ何するかっていうところで、若いっていうところを生かすべきかなっていうので、沖縄の若者向けに何かできたらなっていうところで、沖縄のこう意識高い若者に対して何か提供できたらな
ていうのを思っていて、うん、沖縄って結構魅力度ランキングでいうとトップ3ぐらいに入るんですけど、ね、ただ年収って沖縄ってダントツで安くて、ね、就業率も低いんですよね。そうなんですよ。県民性とかっていうのも多分あるんですけど、何かしらそこに対してせっかく沖縄で会社っていうのはできないかなっていうので、まあ、悩みとしては最初は採算度外視でもいいので沖縄の意識持ってる子たちの認知を取りたいな。それは自社のサービスにそこにつなげたいんですか、自社のサービスの採用とかにつなげたいですか、はい、今現状をやってるサービスじゃなくてもいいと思っていて、沖縄ってやっぱり東京とか大阪とかよりめちゃくちゃチャンスがあるわけじゃないと思っていて、この沖縄県内でもなんか新しいワクワクすることができるんだよっていうのを沖縄の若者に伝えれたらっていうので、まずは認知取っていくところかなと思っていて、モローゲートってこう認知取るっていうところで言うとめちゃくちゃ成功してるっていうところだと思うんですけど、若者に対して共感とか熱狂みたいなところをゼロからどう作っていくのかっていうのはめちゃくちゃ気になってます。24歳で会社5年やってちゃんと社員も10人以上も抱えて事業やってるほど自体がまずはすげえと思う。すごいって前提のもとに、まあ、42歳経営やって15年の感覚でちょっと話をすると、なぜが欲しいなって感覚はあるね。なぜそれをやりたいのか、何のためにそれをやるのかとか、それを実現するためには何をゴールとして達成しなきゃいけないのかっていうのがトゥモローゲートが応援されるゆえんって結構そこにあるかなと思ってて、はいはいはい、さらにもっとじゃあいろんな方に応援してもらおうとか巻き込もうとか認知共感を得ようってなった時に必要になってくるのはそこの倍の部分かな。沖縄の若者の年収を最低年収県全国最下位を脱却させるとか、そういうところを大きく目標に置いてもいいのかなって僕は思ってて、そこを脱却するっていうのを若者でできたら共感してくれる人はたくさんいるんじゃないかな。あると思う。なんか今のこれもちょっと動かされてるもんね、はいはい、20代の俺らが沖縄変えようぜっていう、はい、今はもしかしたら就業率もないかもしれない、まあ、従業員の平均年収も最下位かもしれないと。でも沖縄ってめちゃくちゃ魅力ある街だよね。もっと沖縄を俺らが盛り上げていこうっていう思いに多分応援は全然つくと思う、はい、じゃあそれを実現するために何をやるっていうところを見せれたら、それを言ってるだけじゃなくてね、それを実現するためにはこういう仕組みがあったらとか、こういうサービスがあったらとか、そこまで見せられたらめちゃくちゃ応援されるよね。あ、いろいろ考えてはいるんですけど、うん、まあ、まず第一の分かりやすい目標として、うん、僕らの会社をきっかけに年収が上がった金額で1億円作ろうっていうのを、年収が100万上がった人を100人作ったら僕らの会社系で沖縄の若者年収が1億円上がったっていうことになる、まあ、とりあえずそこを一旦目標にやっていこうっていうので、そこの手段をこういろいろ考えて、自分たちの会社に入社してもらってうちの会社で社員として年収を上げてもらうっていうのも一つの手だと思ってますし、あとはまあいろんな、はい、スキルを僕は採算最初度外視でいいと思ってるんで、例えばデザインとか営業とか AI とかマーケティングとかのスキルを無料で学べる場所を沖縄で若者限定で作って、でそこから例えば人材紹介とかで各年収取ってくれるところに紹介して年収上げてもらったりとか、うちのおかげで年収上がりましたっていう人がまず1億人で、これを5億10億ってやってた時に最終最下位年収最下位脱却できるんじゃないかなっていうのを思っていて、そこのなんか手段みたいな企画みたいなところですかね、本社が多分一番強みというか、面白い何か企画みたいなのを考える時の考え方というか、こう大衆に対して認知取るために、ああなるほどって言ったらね、それこそさっきの給与とかお金ってめちゃくちゃ分かりやすいやん、自分のメリットなんで、そこに対して社会課題だったりとか今世の中が抱えている問題に対して解決するっていう切り口がもう一個加わるとさらに加速するかなって思う。僕この例で言うとですね、はい、僕自身がそれをめちゃくちゃすごく感じたんで、僕27で起業したんですけど、それまで高校とか大学とかビジネス一切触れてこなかったんですよね。じゃあどうやって学校を選んでたかっていうと、もう偏差値でしか選んでなかったんで、はい、今42歳になって振り返るとめちゃくちゃもったいなかったなって思ってるんですよ。それが、はい、もっと早い段階から起業したいとか、こんな仕事やってみたいとか思いがあったら、もっと早く今のステージに来れたんじゃないかなっていう中 で今日本って GDP 含めてやっぱ競争力落ちてきてるじゃないですか、他国と比べて、はい、でその一番大きなポイントは教育じゃないかなって僕は思っていて、ユニコーン企業って生まれにくいっていうのはやっぱり教育にあるんじゃないかなっていうね、はいはいはい、僕はすごい実体験として感じてる部分があって、これを小学生とか中学生とか、まあ、高校生とかに仕事働くに触れる小さなきっかけになったらいいなと、はい、なるほど、いいこと思いつきました。水崎さんの本を沖縄の人に、はい、配りまくればいいんだ提携しようか子供たちに知ってもらってたらっていうのがあったってことですよね。そうそうそう、そしたらもっと早いうちからビジネスに興味持ったりとか年収上げようっていう意欲が生まれ て、でそれが結果的に、はい、イキさんの会社につながってったら、はい、分かりました。この動画見てる人の、はい、沖縄県在住の人150人に、はい、うちの会社から本無料でプレゼント、はい、マジでいいの、まあ、第一歩ということで。いやでも俺ねちょっとね、はい、今の話聞いてて、はい、めっちゃ勉強になった。あ、教えられた俺は。
何ですか、今の企画の力もそうだし、はい、今の決断のスピードもそうだし、それをちゃんと発信できる、あ、これすごいなって、あ、多分視聴者の方もすごい勉強になったんじゃないかなって思うね、はいはいはい、それってすげえ大事だなっていうのを改めて感じさせてもらった、はい、多分それが一番パフォーマンスにつながるんだろうなって、はいはい、うん、思いましたね。これちょっと実施しますまず僕らで買います。新しい沖縄のプロジェクトで今インスタ立ち上げてて、年収1億円アップするっていう、沖縄の人シマンチュって言うんですけど、シマンチュキャリアっていうアカウント1個立ち上げても動き出そうとしてるんで、そのアカウントに DM してくれれば速攻送らせていただく。それ決定ってことで大丈夫ですか？あ、じゃあイキさんさ俺も150冊買うけどさ、うち俺が自分でトゥモローゲートの方も、はいはい、150冊あげるんで一緒に配って、あ、これ300冊やろ、これ確かにお願いします。条件言ってもらっていいですか、イキさんの方から。今島キャリっていう沖縄の若者向けのプロジェクトのためのインスタ作ってるので、そのインスタをフォローしていただいて DM 本欲しいですと送っていただければバンバン発送させていただきます。沖縄限定で先着で送らせて。第1回目食事会終了しました、はい、お疲れ様でした。やってみてどうでしたか？飯食いながら、まあ、2時間から3時間ぐらいかけて経営者と話をするけんさ、より深い話ができたなって思うね。どうしてもイベント登壇とかってなると本音言いにくい部分とか出せない情報があったりする中で、今回少人数の経営者と向こうもいろいろ話してくれるけんさ、こっちもすごく話しやすかったっていうのはすごくあったりとか、濃い話ができたなっていうのが印象です。西崎さん結構過去の話とか、うん、失敗談も話してましたね。そうですね、もうこれまでね YouTube とかでも話してる内容もあったりするんやけど、それをもっと深く話したっていう感じ、飾らずそのまま話して、僕にとっても気づきのある時間になったんで、もちろんね今日来ていただいた方にもヒントになったら嬉しいなって思うし、今日のね動画の内容すごくこうヒントがいっぱいあった、レベルアップになる要素だなと思いましたね。社長が思った以上に社員のことをどの会社も考えてるんだなってことも伝わりました。いやーもう本当よ、今回うちの会社でやったけどさ、外に社長同士飲み行っても大体話になるのは人の話やけどね、やっぱり人材採用とか人材教育とか人材定着っていうのは企業において、特に中小ベンチャーにおいては死活問題で最重要課題に上がってくるっていうのが、まあ、改めて分かった。定期的にやっていくんですよね。月1回ブラックな食事会として開催月の前の月の月初に僕の X の方で募集を、ここからしかちょっと応募ができないんでね、概要欄の方に僕の X の URL とか貼ってますんで、まあ、そこでチェックしてもらってね、ご興味があればぜひブラックな食事会にご参加いただけると嬉しいです。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。